俺さ、弟がいるんだけど、サツキに会いたいって。ひらぎ？事故があって、二人とも死んだ。サツキ、一緒に顔の話聞きに行きましょう。月影現象って知ってますか？満月の夜の終わりに死者と再会できるんです。もう、その音は私の頭の中にしかなくて。日が昇る前にあの橋まで来て。あなたたちが会えるとしたらその時しかないと思う。日常ってもともと偶然の一致が重なって成り立ってる。どこかとどこかの歯車が偶然噛み合ったら何かが起こるのかも。